はいどうも、たしです。というわけで今日はね、この前のフェスでパブロ4でね、潜った時にめちゃくちゃ勝ててね、40勝7敗で最高16連勝っていうね、やばい記録を出してきたので、まあその時のね、良かった試合をいくつかお届けしたいと思います。それでは行ってみましょう。出た。サップマイカーズになってる。あーもう最悪。やばいやばい最悪。いやマヒマヒじゃないだけまだ。最強決定戦始まった。いやどっちが真の環境か分からせに行きますか。痛かった。ミス強ぇ。左敵高い1枚いる。まだ降りてない。カニ溜めてる、カニ溜めてる。できたかな。なんかいます。シャーカーしかいません。左降ってる、左降ってる、左降ってる。ナイスナイス。みんな正面、みんな正面。オッケー。だからシャーカーしたナイスね。おいー最強。血を固めときます。いやまぁ、あ、溜まった溜まった。このメガホンも、いやー1球したいな。金取ってた。対策左追い込む。左2枚。そうだね。1枚降りた。ワンチャン敵陣抜ける。おい、もう1枚いる。敵陣抜けた、敵陣抜けた。あ、落ちた。いやー、しか敵陣は死ぬほど荒らすんで、ちょっとお願いします。手前2枚ですか。手前2枚。行っちゃった。1枚落とせる、1枚落とした。ミス。敵陣は無限に荒らしてる。ちょっと待って、いやー、頑張った。いやどうだどうだ。いやごめん、これもいや、ワン…いやー、うん、絶妙。ナイス。あぶねー。これは仕事しました、タシさん。いや、様々ですよ。あぶねー。強くなってる。強くなってます。待って、みんなさ、フェス潜ってないのかな。こんなに誰もフェス潜ってない。みんなハリーポッターの世界行っちゃった。あー悲しい。なんか左2枚くらい来た。左下飛び入ってる。やっちょ、これ任せる自信。飛んだ、スクスロ飛んでる。飛びやった。いやこれ敵陣抜けるわ。これ抜けたらいける。メガホンだけ入れとく。1枚やってる。オッケー。2枚やってる。敵陣もフルで荒らしてる。ジェット下降りてる。結構ピンチついてるからね。オッケー。ナイスナイスナイス。敵3枚勝ってる。ヘイト行っちゃってる、行っちゃってる。あれ、センサーついちゃった。あれ、いや当たっちゃった。ごめん。オッケーオッケー、血を取り返してる。下水やった。ナイス、センス強。選択だけ取ってる。敵ピンついてる、敵ピンついてる。敵まだ自陣塗ってない、敵まだ自陣塗ってない。右奥2枚いる。めちゃくちゃ1枚やった。上もらった。絶対左、絶対左。あ、上、タワー上、タワー上。タワー選択抜けてる、選択抜けてる。やって。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。タワー1、タワー1まで抜けてる、タワー1まで抜けてる。ナイス。スクスロ1、右。ちゃんとスクスロ右。いやー、これ。メガホンたまんねえ。メガホン入れる。右入れた、メガホン。左に、正面で正面で。よし、左さん。変だ、もう一枚削ってる。さあ、やった。ミス？勝ち勝ち勝ち。ミス。本当だ、ザルス。はい、というわけで最後の試合やっていきましょう。ちょっとね、最後の試合だけね、音声が見つかんなかったんで、後付けでやっていきたいと思います。で、序盤は自信塗りだけなので、カット。で、こっからね、こっから縄張りバトル特有のパブロの動きをするんですけど、
こうやって敵の塗りが残ってる中に潜伏を決め込みます。でここのね抜けた時はちょっとやりたかったんだけど N 塗りで早かったから無理でした。でここねここちょっとバレたかなと思ったんだけど大丈夫で、こういうね敵の塗りの中に神潜伏を決めて、でここね何を待ってるかっていうと敵が全員復帰して前に行くのを待ってます。でこうやってね敵が前に行ってから抜けることによって悠々とね敵陣をもう好き勝手塗ることができます。でもハンコはいらないんで投げ捨てて、でこの辺をも好き勝手塗ると。でねこうやって敵陣抜けしてる時に注意が必要なのは、あの敵がいつ復帰してくるかってことですね。で今パブロが死んでるんで、まあ、おそらくパブロが復活してくるだろうっていうのを注意しながら、でここねハンコで、いや復帰をやれれば強かったんだけど、ここは合いことで、まあそんなこんなで残り30秒でね、敵ピンチでの敵に落ち、なんでここはね無理せず塗りを固めていきます。こうやってね敵が来そうなところにトラップを置いて警戒しつつ、まあ、この辺をねしっかり固めておくことにおいて、あの最後ね敵がワンチャン作ってきても大丈夫なように、おっとここの抜きはしっかり倒し、でここで前に行ってもいいんだけど、いやこれやれたら熱いよ、いやー惜しい、あここ待って、ここ味方に落ち、ここ味方に落ちだからちょっとピンチなんだけど、ここで1枚しっかり落とし、でねここ敵前に来るしかないんで、その前に来た敵をしっかりしばき、で中央を完璧に維持しきれば敵ピンチついてるんで、このまま勝ちと。はい、というわけでフェスのパブロ4試合でした。こうやってねフェスはねなんか武器統一とかで遊ぶとめちゃくちゃ面白いんでね、ぜひ皆さんも次回フェスがあった時はやってみてください。それじゃあ最後まで見ていただきありがとうございました。